い、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、これはね、鮭と白菜のクリーム煮、クリームシチュー、クリームシチューだな、うん、鮭と白菜のクリームシチュー。先日さ、これをこのクリームシチュー作って、クリームシチュー作ったんだけど、これ使って、これ半分残ってたのよ。それがもったいないので、今日は鮭と白菜と人参と、あとちょっと鶏肉があったので鶏肉も入れました。で、まあ、クリームシチューで、ございます。はい、本日もこのホワイトホースいただきます。金曜日お疲れ様です。です。冷たいけど美味しいね。今日は寒いね。あったかいもんが良かったですね。もったいないしね、半分は残ってた。さっさと使い切りたいって。白菜4分の1の、4分の1よりも、でも結構4分の1でしたら結構大きい4分の1を全部入れて、で水 200ml だけ入れました。本当はこれ700ml 水入れなきゃいけないんだけど、 200ml だけにして、でも牛乳は150入れたんだけどね。白菜の水分だよ。いただきます。抜群に、ま、ああ白菜とろっとろ、結構1時間ぐらい煮たのよ、弱火で。白菜から甘みが出ないと美味しくない。ああ白菜が美味しい。鮭はちょっとネットにくぐらせてね。うん、ああ鮭美味しい。塩鮭じゃないよ、生のね、生の鮭。うん、ああ優しい味。ブラックペッパー結構多めに入れて、ああ美味しいわ。鮭が半額だったのよ、とスーパー行ったらさ、普通に塩焼きにしようかなとかさ、いろいろまあ考えたんだけど、大根おろしとかね使って、そうやってさ、でもたまにはちょっと変わったクリームシチューもいいかなと思って、ルー余ってるしさ。うん、美味しい。
白菜が本当想像以上に甘い。ちょっとこれはフランスパンです。うん、なんかすごいバターの効いたフランスパンだ。おいしい。これあったかいのがいいね。あのお正月に地震があったじゃん。まだね1ヶ月が経ってないから全然復旧も進んでなくて、悲しいことだね、ほんと。あの、市川県に募金が、130億円ぐらい集まっている。で、国からもね、支援が行くって言って。でボランティアの人たちもなんか2万人ぐらい登録して参加するみたいなことがあったけど、でまあ炊き出しの人とかやってるところに行政から依頼が行って炊き出しに行くみたいなことも書いてあったけど、なんか他府県からその行くっていう、まあ、言うのもそれはいいことではあるんだけど、そっちにその予算がかかっちゃうからね。できることなら現地にお金を落として、現地のできないこともあるんだろうけど、現地の人たちにその炊き出しをするために現地の人たちを雇ってあげるとかさ、現地にやっぱお金を落としてほしいよね。なんていうの、復興ビジネスじゃないけどさ、商売にする人がいるからね、やっぱり。それ悪いわけではないんだけど、悪い人もいるから、うん、それならその避難所でねいる主婦の方たちを雇って、食材だけ入れて炊き出ししてさ、その結構いいお金払ってあげた方がなんかいいよね。ボランティアの人たちもありがたいことではあるんだけどさ、地震が落ち着いてさ、その命が大丈夫だ、まず最初の命の危険を感じるんだろうけど、命が大丈夫だと思ったら次に感じることってやっぱりお金のことだからね。やっぱりいろんな炊き出しとか本当復興をでビジネスする人もいるんだろうけど、やっぱり現地にお金を落としてほしい。どうも。だってそのスーパーとかで働いてたね
あのパートの人たちとかアルバイトの人たちなんて働けないんだから、お金になんないんだから。そういったところもちょっと なんとかならんものなんだろうね。おいしいね、クレームチーズ。難しいよ、復旧は難しいよね。単純に街をきれいにしようと言っても、その一つ一つの土地に権利者がいるわけなんだから、瓦礫をどかすにしたってそれは進まないよ。やっぱそれを進めようと思ったら、もう一世帯一世帯にもうバンって お金をバンって投げるしかないよ。やっぱ命の次は金なんだもん。でもまあ今回のことでも思ったんだけど、マー君もその常にね、例えばこういう炭酸水とか買いだめしてあるんだよ、2ケースぐらい。だから常に家には、まあ、30本か40本ぐらいある。でウーロン茶も2リットルのが常に10本ぐらいある。だからこれ家が無事だったらって話だからね。家が無事だったらこれを飲んでさ、カセットコンロとかあるから米炊いてね、とりあえず米に塩かけてでも食っていけるんだけど、もう家がなくなったら、これも潰れちゃったっていう状況になっちゃったらね、そう考えると、そうさ、水とかさ、ああいうの家と車ととかにこう分けとくとかさ、考えなきゃいかんよね。うん、でもまあまあ、もしここでそういう大きな地震とか災害が起こったら、まあここで耐え忍ぶか、さっと、ね、西日本に向かうか、際どい選択だな。でも道路とかもダメになっちゃったらね、やっぱここで耐えるしかないんだろうな。いくらシミュレーションしたってね、その場所、そういう現場になってみないと。
怖いよね。東京で大きい地震起こる、起こるんだから。うん、献血に行った時にあの日本赤十字にのあの募金にさ、募金のお金ってちゃんとどういうふうに届くんだろうな、あれ。うん、あれ募金の使用どういうふうに使用してるのかっていうのを公開してほしいよね。できることならそのダイレクトにそのもうそのサタその災害があった市のさ住民頭数で割ってもうダイレクトに銀行口座振り込みますみたいな募金をできることならしたいよね、と思う。はい、美味しかった、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。